東奥手古墳は、愛知県名古屋市森山区大和座城しだみにある古墳。しだみ古墳群の一つ。大久で池の周辺に点在する大久で、古墳群の前方公園墳。大久で一号墳と呼ばれる場合もある。1982年から1983年の愛知県教育委員会の依頼で、名古屋大学による測量調査が行われ、2005年から、 名古屋市教育委員会が発掘調査を行っている。前方部が短いホタテ貝形古墳で、墳球町は約37.5メートル、集合部分を含めると、全長約58メートル、公園部の直径が約26.5メートルと推定されている。なお、墳球の多くが掘り平らされているため墳校は不明だが、現存する。 公園部の状態から2段築造であったとも考えられている。従来は東欧比佐で西大クテ古墳は主軸方向と規模が同一であると双方の関連が言われてきたが2005年の調査で前方部の角と側辺及び周術積みの角部を検出したことなどで従来考えられていた墳球の形態と比べて前長が短くなり主軸がずれていることも確認された。 また、西奥手古墳と石田見大塚古墳に確認される前方部の傾斜角の変化が見られないことから、先の2区とは違って、地元勢力との関連が深い可能性も指摘されている。数駅のほか遠筒派庭が出土しており、前方部と後円部の境に、不禁止と思われる列石と遠筒派庭が確認されている。2008年の調査では、 公園部の数箇所で紛糾を囲む円筒派に列の残存が確認された。ありがとうございます。